メタノスパエラ属はメタノバクテリウムカニ族スメタン菌の一属である。主に哺乳類の大腸に見られ、1985年に人から分離、報告された。腸内環境によく適応しており、増殖条件は常温、中性の強い嫌気環境である。大腸ではバクターイデスなどの新生細菌の活動により、有機物が酢酸,酸、水素、 二酸化炭素、メタノールなどに分解されるため、これらを基質に増殖している。外観は1マイクロメートル程度の球菌。大半が、肝菌のメタノバクテリウムズナの中では、例外的である。シュ修道無霊により構成される、細胞壁を持ち、グラム染色では、陽性を示す。一般的に弁毛を持たず、運動能力はない。細胞壁と弁毛の有無は、 他のメタノバクテリウムズナと類似している。栄養的には水素マイナスに酸化炭素や擬酸をメタン生成の基質に用いるメタノバクテリウムズナほか族とは異なり、この形を書いており、代わりにメタノミクロビウムズナの一部禁止と同様にメタノールを水素で還元してメタン生成とプロトン濃度勾配の形成を行う。この他増殖に炭素源として サクと二酸化炭素を要求するが、これらをメタン生成の機質として用いることはできない。2006年にメサナスファイラスタットマニーについて、全ゲノムの解読が報告された。ゲノムサイズは 1767,403BPORF1,534 箇所。GC 含む率は28%と異常に低く、古細菌の中で最も低い。ありがとうございます。